こんにちは、ドラゴンアローのビスよくぞ。どうも皆さん、ドラゴンアローです。ぜひネットの空港ごめんとよろしくお願いします。ということで、本日もユフトベル2024バブルやっていきたいと思うんですけども、たくさんガチャ更新来ましたね。はい、まずはこちら、ショータイム来ました、シエルイール。いや、これは引かざるを得ない。もう3歳からマドリディスタな私、ドラゴンアロー、確定で引きます。みんなが見れるタイミング、いつなら金曜日か土曜日ね、どちらかにプレミア公開いたしますので、ガチャ結果お待ちください。ということで、今回の動画はタイトルサムネにもある通りですね、週刊 IP ガチャ引いていきたいと思います。ユーロ週刊ですね、久しぶりに来たね、最新週刊。はい、今回はこちら。いや、熱いんじゃない？久しぶりに激アツなガチャ来たでしょう。皆さんのね、出た選手もぜひコメント欄で教えてください。今回私、ドラゴンワロを狙っていく選手。まずは1位。カンテですね。いや、このカンテ強いよ。久しぶりにね、もう2022年か、この前ね。ワールドカップ、怪我でカンテ出れなくて、サウジアラビアにね、移籍してヨーロッパの舞台でカンテ見ていないですけども、やばいね。ユーロ、私、いつも見てますけども、本当にこの前のフランス戦、マジ、カンテ、フランス戦じゃない、フランスね、カンテいなかったら、全然違うチームになってたんじゃないかっつうか、逆に、カンテがいることによって、もう全く別のチームになってますね。いなかったら、全然違うチームになってたんじゃないかっつうか、逆に、カンテがいることによって、もう全く別のチームになってますね。これやばいでしょ。ディフェンス戦93でしょ、ボールダッシュ94になって、アグレッシブネス95になって、守備意識も95になります。そして、スピシュン85と91。やべえ。しかも今回ね、フィジコンめっちゃ上がってんの。カンテといえばね、ボディコンも高くて、守備能力も高くて、スピシュンも速いんだけど、フィジコンがなーっていうことあったんですけども、習慣なのにフィジコン高い。97になります。そしてボディコン90乗って、スタミナ92度。いや、これやべえよ。スキルもね、ワールドハードワークついてて、スキルも、ダブータ、ワンパス、スルーパー、マンマーク、インターセット、ブロッカー、スライディング、アクロバティック、闘争心、もう何も言うことがない。最高の習慣 IP でございます。で、二人目ですね。二人目はもう、ヤンゴブラクですよ。身長188センチ、若干厳しいですがね、イーフトの初期最強ゴールキーパーと呼ばれておりました。オブラク、見てください。いや、これは強いと思う。クリアリングね、83、少し低いんですけども、ディグレーティング89、コラプシング95、ゴールキーパーセンス、キャッチング、両方の94と、いや、これはね、多分相当強いよ、ヤンゴブラク。いや、守備的なんでね、スキルはね、確かに若干微妙なんですけども、マジでこのオブラクは当たりだと思いますね。他のね、ブースター、ファビアン・ルイスだったり、ムシアラはね、まあ、登場回数も多いですし、速攻まで能力強化されていないんですけども、他で言うと、ガクポかな。かなりこのガクポ強いですね。ウィングストライカー、センターフォワードできて、聞きながら、ドリブル系かなり高いですし、週刊 IP で言うとワールドカップか、ちょうどもう1年前以上か、1年以上前だな、もう1年半ぐらい前か、あの時のね、リンクで登場したガクポ相当強かったんですけども、今回のガクポも結構強いかな。で、高いですし、根幹を持ってるよね。オッケー、ドロップ、スルーパス、いや強いね。今回のガクポも相当強いです。ということで、1位鑑定、2位オブラク、3位がガクポかな。それ以外だと、まあ、バレッラだったりだとか、ムシアラもちろん当たりやし、この二人ぐらいかな。個人的にはね、カルバハルも欲しいですね。なんと、ユーロ初出場。いや、意外すぎると思うじゃないですか。マジでね、怪我でね、運に恵まれなくて出れてなかったんですよ。そしてこの前、ユーロ初出場で31歳ながら初ゴール。いや、素晴らしい。で、今回攻撃的サイドバック、まあね、やっぱ、何よりも自分が欲しい理由としては、代表の周回みんなのに、今回のアップデートからね、先週の新シーズンじゃないんですけども、パックが登場した時からですね、所属クラブも明記されるようになったということで、イベントでもね、使えるんで、いや、マジでこのカルバハルは欲しいですね。まあ、能力的にはね、かなりまあ、補正かけたらいい能力になると思います。ということで、やっていきましょう。ダニー・アルバハルと、そしてカンテ、あと、オブラクですね。この3人狙っていきたいと思います。バレーナだったりね、ガクポ出ても嬉しいです。では、引いていきましょう。まずは、無料分から。いや、ここでカンテとか当てられたらマジで熱い。行きましょう。頼む。まあまあまあ、ここはそっか、わかんないのか。行きましょう。お願いしますよ。いや、マジでちょっと頼む。お願いします。こっから、来るよ。頼む。フランス、フランス、フランス、うわ、また国代表出る。カンテ、ちょっと絵描いて、神引きすぎる。ちょっと待って。ガチ！でっく！マジっすか？うわ、マジか！やべえよ、最近俺、めっちゃ運いいんだけど。だって月曜日もさ、俺マラドーナ30連で出たじゃん？やべえよ！戻ってきたよ、無課金の星だよ。そうだよ、
無課金でディビジョン1行ったからさ、コナミがめっちゃ言ってくれてんだよ。無課金のしディビジョン1の道1年間お疲れ様、そしてディビジョン1到達おめでとう、ドラゴンワールドたくさんいい選手あげますよということで、じゃあカルバハルも出るでしょう。2連目やっていきたいと思います。いやカルバハルも欲しい、ただオブラクも欲しいね。やっぱり頼むお願いします。スペインから、いやでもやっぱカルバハル欲しいね。そう俺習慣のカルバハル持ってなくて、ずっとね通常のカルバハル使ってきたんで、スペイン来ちゃってください。うわかんねえけど、うわまあエリクセン、エリクセンは嬉しいよ、嬉しいけどね、エリクセンはやっぱスパーズの時に欲しかった。スパーズの時にエリクセン週刊 B 出して欲しかったわ。いやー狙ってたんだけどね、毎回エリクセンもらえなくて、本当にねあの時はね欲しかったんだけども、だからなんならエリクセン以外俺もうデリアリとかケインとか含めてもうみんな習慣持ってたんでね、トッテナムスカッドにエリクセンだけ、エリクセン、エリクソンじゃない、エリクセンだけいない状況でしたね。3連目、いや頼む、これでオブラク、そしてカルバハルでいこう。いやまあどっちもいい、カルバハルオブラクでもいいけど、頼むお願いします、お願いします。ここでカルバル、うわガクポ、まあまあまあ嬉しい嬉しい嬉しい、うわとか言っちゃったけどガクポでしたね。いやこれはいい、いやめっちゃいい引きしてんだけど、してんだけどしてんだけど、こっからですね、もうカルバハルとオブラクどっちかしかもうゲットできなくなりました。いや迷うなこれ、どっちが欲しい、多分言ったらくれんだよ今のコナミ。俺ディビジョンは無課金で行ったからお前には何でもあげるよって思ってるよコナミさん。やっぱりここはカルバハルで行きましょう。セーゴールキーパーね、自分やっぱりクルトワなんでお願いします、頼む、通常のクルターでも大丈夫なんだ、ただ右サイドバックに頼む、俺に最高の世界最高の右サイドバックをください。はい、ということで試合マッチングできましたね。いやえぐい、カンテ絶好調、熱すぎるなそれはマジで。でね、あとねサンチュあのねマジ強いわこれ、なんかね星4のクオリティではない気がする。例えばね、まあダブータコンカドロップミドルワンパスルーパーワンシュースルーパスとか持ってて、アウトスピンも持ってて、キック力高かったり逆足高かったり、ドリブルとかねパスも結構高いんですよ。なんでね出た人別に使ってもいいかなと思います。でおやつ様は3ヶ月前の人かもしれん。では週間で出た選手使って試合やっていきましょう。でこれからね週間 B のガチャの時に週間 B で出た選手使って1点決めるか決められるかまで実況しようと思います。で注目はやっぱガクポ、そしてスタンチもまあいいんだけど、やっぱカンテかな。うん、カンテ、あとバレラだね。バレラ習慣じゃないんですけど、自分が愛用してるバレラマジで強いんで、ぜひね注目してほしいかなと思います。でここ中入れられない